ゲン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 のゲんみんなで歌おうゲンゲンゲンのゲんやばいなこのイラストすごいね芸能鬼太郎がもうあの50周年で、ね、2018年4月1日にエプリーフルですねまあ嘘じゃないんだよ芸能鬼太郎キーですいやーマジでね嬉しいよ もうね、もう豪華声優だからね、ドラゴンボールのピッコロ役のね方やら、野沢さんがね、普段あのあの、鬼太郎役やってたんだけど、うん、あの、目玉おやじ役やったりとかして、もうん、ね、すごい、マジで、すごい。俺、芸能ったら好きだからさ、イラスト、こんな感じで、うん、左側は声優さんで、右側は、まあ、今回のアニメのイラストなんですけど。 すごいよ目玉おいワち野沢さんね猫娘がさすごく可愛くなってるんだよねまあ前回のあのまあ5期5期の頃もまあ割と可愛かったんだけどすごく可愛くなっててでまあ新キャラっていうのもね女の子女子高校高女子高校生か、まあ、出てきますね砂かけババアもね 定番で,でふ塗り壁とね粉ナキじじいは、まあ、声優さん1人で2役やるそうで一旦たんモメンもいますねいや遠いアニメーションさんありがとうございます本当4月1日にね始まるとまあね皆さんもね絶対見てみるといいと思いますよ もうね俺ね俺初期の頃とかね DVD ね親からねちょっとね見せてもらったりしてるんだけど墓場の鬼太郎とか芸人鬼太郎とかもうね妖怪がね妖怪とね戦うっていう、ね、このストーリーは素晴らしいよ、うん、すごいと思うよね考えた人水木しげるさんねほんとねすごいよねしかも鬼太郎ってさあのーまあ、元はねあのー、目玉おやじもね、まあ とはかかミイラだったなまあまあ体が妖怪だったんだけど人間にね「あのまケモンだ」っつって殺されてで目玉だけになってでまあお父さんまあ目玉だけになって目玉おじってなったんだけどまあ今回ね PV だとね芸能鬼太郎の2018年版まあロッキーは PV だとまあ まあ、この世界は見えるものだけじゃない見えないものが存在してるみたいな感じで出ててで、まあ声,もま、声はま,あまだ PV でも出てないんでどんな声なんだろうとか気になるんですけど、まあ、大体ストーリーは予測できるような PV だったんで、まあ、第1の PV、まあ、見てみるといいと思います、まあ、リンクに、ね、貼っとこうかなと思ってますんで、まあ、あのリンクで。まあうん 飛んでね見てみてください。まあねこの動画気に入ってくれたらチャンネル登録とかね、高評価お願いします。まあ、おすすめアニメとしてなんで、まあ、楽しみにしててください。またね。